さあおはよう、おはようございます。さあ本日は前方に戻るのがめんどくさかったので横浜でやっております。じゃあまずね1枚目とほらやりましょう。さあおはようございます。Yes, oh あやっちゃん TV あだす。はい、おいアガサってなんだ、アガサアガセヒーレブ、通常以上なのは間違いないから。ちょっと熱い、赤い、天国以上、中段、まあ間宮来たから最初通常以上なんだけど、これで当たってる可能性ある。カメラ小僧も多かったからね。ベトナムの、あ、本当に二大事戦見てくれた、熱い、当たった、多分ケンシロウ、ケン、はいね、どっちか分かんないけど、まあ、チェリーとして考えよう。校舎2000円奴らのために祈ることもはない。昨日ホットで3000円で13万程度勝てました。本当に久しぶりに勝ちでした。今日行ったら、ボコボコに負けそうなので家で飲みながらやっちゃんの愛人見て楽しませてもらいます。ありがとう。いやー3000円で13万ホール勝てた、おめでとうございます。すごいですね3000円で。俺も今2000円だからもしかしたらいけるかもしれない。おお、いきなり緑、ひろしさんスーパーチャットありがとう。さあ行きましょう、ありがとう。オレンジスパセンギュー、ひろしさんありがとう。さあ頑張りましょう、ありがとう。さあ無心打法でいこう。さあ行くぞ。さあ初戦はおいえいくぜ。パンチとキックは大丈夫、ご勝負なら仕方ね。パンチとキックは大丈夫、ご勝負なら仕方ね、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 ご勝負なら仕方ね。おっしょ、オッケー、はい楽勝。パンチとキックは大丈夫、はいどう。北斗バカさん、センキュースーパーチャットありがとう。まあ生理現象なんで平和、ありがとうございます、センキュー。ワンちゃん、あー弱い、あーいったー、オッケー。ウイグル以上か、あー 30% か、勝ったー。人間とか3月1日、おし、いきなりいいよ、幸先よしこ、これワンチャンあるぞ。ここで2チェ倒そう。さあシャオこうか、ここで攻撃して、おし当たれ当たれ、おし、オーケー。ヤンフジさんありがとう、スーパーチャンス、センキュー。いきなり無双転生チャンス、水長剣楽しませてもらった、いきなりチャンスだぞ、ありがとね、センキュー。いきますよ、いきなり来たな、朝一発目。さあいきますか、まずピキーンがあるから一応、うわあった、マジで、これ薄いぞ、薄いぞ、一応ピキーンやったけど、はい、朝一最速無双点ですね、あるんや、チャンス目、ストックしてる可能性もある、来たな。一応この間でもベルとかで上乗せしてるはずだから、いやいいっすね、ありがとう。ひらめた3選球スーパーチャットありがとう、最速の無双点、おめでとう、ありがとう。ひらめたさんありがとう、おはスパ選球スーパーチャットありがとう。コンプリートしよう、今日コンプリートチャンスや、ありがとう。やりたすった、ありがとう。今日目指せる万枚コンプリート、ありがとう。いやこのパターン結構珍しいよ、何も引いてないでスペシャルエピソードは多分ね 10% あるかないかだから、あ俺的には多分攻撃当たった時の 10% から 12.5% とかだと思う、8分の1から10分の1ぐらいだと思う。久々だよスペシャルエピソード、ありがとうございます、ありがとう。アンダーバブさん、センキュー、メンバーコメントありがとう。さあ頑張っていきましょう、コンプ目指せるよ今日は。まあここは確定、スペシャルエピソードの時どういう抽選してんだろうな、ちょっと謎なんだよなそこは。
さあコンプ目指そう。もう朝一発目の無双点はコンプフラグだからね。おはようございます。あや朝からすごい展開ですね。こっからどういう展開が舞い起こってくるのか頑張っていきましょう。俺79連、79連が最高だ。79連は超える。そう、昇天まではとりあえずデフォだから。基本的に無双点入って昇天しなかったらやっぱちょっときつい。しょうがねえけどな。いやなんか今日はね、まあ北斗もそうだけど、なんか朝一あのマジハロが埋まったんよ、なぜか。なんでだろうみたいな。みんな趣味打ちかと思って。で天然もさ、なんか2人ぐらい座ってて、あだカバネリか主要騎士みたいのは全部座られてんだよな。天然もたまにはありかなと思ったんだけど、やっぱ北斗やな。で今日のあの埋まり出したのはまあ北斗でしょ。マジハロは4台全部埋まって、天然が2台ぐらいか朝一で、カバネリが4台ぐらい埋まって、あとはなんか寝台とかちょいちょいって感じ。さあとりあえず7連目、あと13連。さあ朝から無双点、いきなりの見どころ。おい楽勝 95% ぐらい。はい、子役引けんな。手出てか。さあおはようございます。朝から無双点すごいでしょ。平均9連です。これを平均20連目指していきましょう。はい、1000枚突破。もう朝から無双点です。さあ10連目最高だね。無双点楽しいわ。さあ OK、 おいペッペンペッペン、大丈夫。パンとキックは大丈夫。ご勝負なら仕方ねえ、ご勝負なら仕方ねえ。よし、さあセットクエ、危なかった。いや楽勝だよ。まあでももう13連してますからね。はい、あと1000枚、あと1000枚、ここから10連。で23連で有利感切ります。剣ってゴージャー避けた時ゴアドヤ顔する。そうだよ、剣士郎はそうだよ。ういえーういえー。そろそろまあ無双転生ボーナス欲しいけど、ちょっと順度上がってきたね。これコンプリートして閉店まで行こう。最終ゲームスイカ引いてる、スイカとかチャメ引いてた場合はなりやすいよ、即前兆。最終ゲーム強スイカだったら、2分の1で即前兆。多分スイカで 12.5 とかチャンメで 12.5 とかそんなもん。じゃあ爆音の人は自分の世界、パチスロってさ、これはね分かんなくはないのよ。自分の世界に入り浸って打ちたいわけよ。そう、ボリュームね3ぐらいがいいよね。俺も3ぐらいがいい。まあ 4とか4ぐらいだったらまだいいかな。結構俺デフで4ぐらいしちゃうから。たまにうるせえなと思って見たら5じゃんって時もある。3か3ぐらいがいいよね。3とか4とか4はちょっとでかい、まあ、3も4もうるさい。まあそれ言っちゃうとな、まあ2、低い人は2とか1だからね。うん、確かにね。傷一つつけしゃー、継続確定。そうね、ちなみに凱旋は1でもでかいから。凱旋の1は北斗の5だから。そういやリゼロンスマスロー、いつリゼロンスマスローまだじゃない。ただ番長前だと思ったら番長の後なんだね。いつも通りだよ。はい、ゲロウェイゲロウ、忍びも出る。忍び3月か。もう継続じゃん。もしかしたら無双転生ボーナス出てくる。これ帰る時が来たのだ。ワンチャン出てくる。まあないとは思うけど、ないね。焦点見えてきたね。あと3連、あと6連ぐらいかな。有利換金の2000円で焦点はずるいぞ。やっちゃん無双点ボーナスって何枚が目安？無双点ボーナス、ああ有利感切るんでしょ。サ枚数2400だから、この枚数でいったら2300枚、2400枚ぐらいが出てくる可能性ある。2200だとちょっと早いな。やっちゃえ。だからここでちょっとV ストックとかいろいろ取りながら連チャン目指すと。ちょうど20連超えたぐらいで有利感切ってほしいんだけどな。これで、これでサ枚数約だけど1800枚。はい、パンチとキックは大丈夫。ご勝負なら仕方ねえ。 OK、 いいよ。これで1880です。これで1891で、ここで昇天して2000枚か。昇天すれば2000枚、これで3枚、1900枚か。いや大丈夫、継続する。3回、3オラオラオラ、はい確定。スルーと足が上がってけ、ケンシロー、ケンシローからの、はい確定。当たったん、あれ油断したわん。ここまだ切ってねえはずだけどな。
あれ？ユリカン来たの？切るには早いな。いや早くね？1900枚だぞ。1900。早いな。まあたまに早い場合もある。切った可能性はある。絶対じゃないけどね。ちょっと微妙。切った可能性ね。まだ絶対ではない。普通に切ってなくてもこういうパターンあるから、うん、こういうパターンもあるから有利切るイコール。ただオラオラ3回だったから切ってる可能性はあるな。据え置きではないはず。ちょっとわからんけど、また連続でボーナスくれば切ってる。ダメか。ストックはなし。まあベル引きまくったからいいよ。いや切れると無双転生が無双転でボーナスが出やすくなる。投資は2000円。フリーズの時は有利感切ってる可能性あるから、まあ共闘、内部共闘ループだと思う多分ね。で共闘がある状態だとストックがあるから。ただ共闘ループって最大で 66% しかないから、 66% で何個ストックできてるかって話。ここで無双転出てきたら、有利感切ってる1個前で。で内部的に共闘ループだった場合は無双転生できる。でこれも無双転生だけど内部的に時とかの可能性もあるから、プッシュ出てくる可能性もあるね。あ来てる。19連目で切りました。1900だね。1990枚ぐらいで有利感来てる、うん、切ってるね。よかった。ストックしてよ。恋愛欲しいんだよここ。ダメか。まあ絶対ではないけど、まあ僕の中ではもう切った、切ったと思ってる有利感をね。有利感食って切ると多分だけど有利感から超えるじゃん、有利感を。そしたら内部的に無双転生ボーナスから始まる。内部的に共闘ループから始まるから、まあだいたいね、�俺も北斗は2000枚、たまにね1800枚とか1900枚の時があるんよ。そうたまにストック個数上がる、複数ストックしやすいから、無双転生ボーナス中の V ストックは。だから無双転生ボーナス中に V ストックをできればでかい。で有利感切った場合とフリーズの時、有利感切った場合とフリーズって同じなんだよ中身が。まあ同じとは言わんけど、多分フリーズの方が強いんだけど、有利感切った場合は共闘ループが内部的に絶対、まあ絶対ではない、ついてくる。当たった、これ来たね。そう、6号機は有利感突破できないんだよ。でもスマスロと 6.5 は突破できるんだよ。あ、まあね、確かに 5.9 号機は軽減してるからで全然違う。あ、そうそうそう、有利感は増えてもいい感って意味で。そう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 。でもこれ言っても分かんないと思うよ。オールベルか、オールベルだねか。そう、有利感でな、増えてもいい区間なよ。有利感中は押し順ベルを出していいの。押し順ベルが出るってことは有利感状態だから、それが有利感です。で非有利感は出玉増えちゃいけないの。有利感切ったと、どういう意味なんですか。有利感切ったっていうのは、まあ、6.5 号機以降の得点。この北斗の場合は有利感が切れると 84% は 89% に再セットされる AT 中に。でプラス他は説明ないんだけど、おそらく考察だと、僕の考察とか、まあ、もう有名な考察だと共闘ループがついてくる内部的にね。これが北斗の有利感です。そう、本当の根本的な有利感を突き詰めると、有利感中は押し順ベルでメダルを増やしていいよっていう区間、キー有利感は出玉を増やしてはいけない区間、これが有利感の説明。あ、いいね。有利感切れた会社を円満退社したこと。最近のスマスロはね、昔はあれだけど、そうそうそう、円満退社で、その後待ってるのはブラック企業からホワイト企業に行ける、まあ、上位 AT に行ける、上位の会社に行ける。まあ有利感はね、理解するのに結構難しいから理解しなくてもいいよ。ただ理解できてる人は、まあ、やっぱりパチスローを 長年打ってきた猛者なんだなってのは思ってる。よし、これ攻撃当たったらプッシュあるよ。無双転ボーナスあるよ。ってことは無双転ボーナスってことはまだ中身内部共闘してるってことね。あー当たんねえか、終わったな。今 94% だよ。そうだよ、有利感コンプリートするにはバルブレイブもそうだけど、有利感何度も来てんだよ。超えられないから、2400、サマイス2400枚は、まあ、吸い込みはね、一応なんか60-70% ぐらいまでは許容範囲らしいからね。 65% とか。そう、難しいんだけどね、覚えるのみたいなね。あっ、おし、多分これで取ったかもしれない。これストックしてほしい。あー、ダメか。実機買って勉強した唯一の台でした。熱い。よし、 V ストック、はい。あ、カットイン時に7揃いさせりゃよかった。
ちょっと7ぞれさしていい、北斗ぞれ、おい北斗揃いで V した。これ無双転生ボーナス中はカットインやると揃いやすいから、北斗揃い V 揃い、おもろ。最低2連あるね、26、まあ複数ストックも込みで、まあ、4連ぐらいはあると思う。29セットぐらいは確定だと思う。まあただ無双転生ボーナス中のカットインは期待度が高いからね。あれ外れてもリプレイフラグだから外れても揃うんだよ北斗揃いが。じゃあ最終ゲームに演出が来るか来ないかじゃないと分かんない。ありがとう。無双転生ボーナス中にゆるやカットインで斜めに白バスってもただのストックなんですかね。まあ複数ストックの可能性はある、ゆるやカットインは。なんなら5個ストックの可能性まである、最大5個ストックだから、うん、バー揃いのみ1,2,3,5 までストックあるんだけど、 1,2,3,5 って振り分けのストックあるんだけど、バー揃いだけ出てないんだよ振り分けが。まあ完全には出てないんだけど、これもだからバー揃いは結構複数ストックしてるんじゃないかなって俺思ってるから、最近自己最高記録超えていきましょう。あと79連だから俺の最高連、今サマイで3500枚ぐらいです、3400枚だね。これが4000枚になったら、2回目の有利チャンス、有利感切るチャンス。まあそろそろストック残ってない可能性ある。あーやべえ食らっちゃった、あーやばい、うわーやばーい、けーん、いやーさすがさすがリンさん。いやまあできこれはデキレっていうのこれもデキレか、もうだって確定だもん。さあここで大激闘いきますよ。なんで継続高かったの、いや20連以降は終わるとき焦点演出発生するから、普通のバトルだったら継続確定ないよ。大激闘 OK、 いやまんまいけるよこれ、まんまいこう、まんまいどころじゃない、コンプリートいけるよ。ほんとコンプリートしたらどうしようかな、北斗から卒業するしかねえ。大激闘焦点以外の場合は、継続っていう演出か、何気にそう初代からね、この演出があるからね、やっぱ楽しいよな、この20連超えると。やっぱ20連っていうのがさ一つのさ境目じゃん。あと200枚か、あと200枚で有利感切るかも。さあこんにちはありがとう。さあ4000枚いきました、ここでもういきますよ。やっぱ北斗は配信に向いてるよね。まあ配信っていうか、あちょっと待ってこれ確定役やん、ほら今遅れたもん、うん、今ごめんこれ遅れたから確定役だったね、いたでしょ確定役だった。アミバ確定です。これ無双転生ボーナス出てくる可能性ある。いやちゃんと俺見逃さねえから、ちゃんと遅れたもん今。天才のこの俺がなぜ、うわーパラパー、これ内部共闘確定だから、あシャオ以上ね内部的に、だから無双転生ボーナス出てくる可能性あります。ケンシロウじゃねえんだと、豪商はこれアイリー出てきたりして、出てこねえかなしか、なんもなかったわ。いいよ36連斜め、え何今の7、あスイカってこと、あそういうことか、じゃあバトルだ。斜めって初めて見たわ、普通チェリーなんだけどな、多分ウイグル以上だよね、ジャギか。50%強いな、ストックでげえな、多分そろそろ切るんだけどな、どこで切ってんだ、まだ切ってねえのかな。じゃあ絶対ここで切る、最低でもまだ切ってなかったとしてもここで有利感切るから、ここで2300枚だからね、これが当たればね、当たって無双転ボーナス出てくれ、ああダメだ京都終わったかもしれん、いいよ終わらねえ、ありがとうございます、当たれ、当たった、ここが油断したわ、やっと無双転ボーナス来た、レーン欲しいんだけど引けねえんだよな。ここでもストック抽選してるからね、ただならないけど V ストックとか出ないけど、さあもうちょっと連続で欲しいな、無双転生ボーナス、これ当たって無双転生ボーナス来たらずれるんだよな、俺やっぱ当たったオレンジスターセンキューだよな、ずれるんだよな、おいこれ謎マジで、バッツンさんありがとう、オレンジスターセンキューありがとう、
このズレがあると共闘ループじゃないのかなって思っちゃう、うん、マジでこれだけ謎。まあ正直どうでもいいんだけど、ちょっと違う違う、カットイン、カットインが欲しいんだよ。さあ6000枚いけるね、このままいけばいけるよ。取った、赤7でいっていい。あーダメか、ダメなんだね、ダメだと V 速なので、ここの1ゲーム逆押していけるから。おっと、あーダメか、まあ1個 V ストックは取りましたね。 OK、 まだ宿命バトル来るか、あの違う、無双転生ボーナス来る可能性ある。無双転生ボーナス中はベルでガラス割れた時点でバリーになった時点でストックだから、実戦上ね。いやまだまだ続いてます。はい、5000枚突破、もう一回剣士郎攻撃当たってプッシュないかな。でパンチ当たってユリア無双転生ボーナス、ああそうか、まさかなかったね。まあまあまあ、リンさん来てくれればいいよな。いやおめえかなって言っちゃダメでしょう。まあ心の中で、心の中ではまあちょっとねダメだけど、あるかな。おお、まだまだある。昨日は裏掛けそう使ってれば勝つた、あの2択当たった、まだあるな。スーパーチャットありがとう、ありがとうございます。やっぱあったね。あーベルか、ありがとうございます。さっき4300枚でしょ最大で、じゃあ次は6600枚か、あと10連、最低あと10連でユリカン切る。まさかこんなに連チャンするとは。さあまだまだこれからだ。さあ50連きました、うわー、やばい、やっちゃった。50、平均50セットか。あっ、あるよ、あった、やばやばこれあの無双転生、無双転生バトル来ますんで、50セットだぜ。ペンの食いなし、ありがとうね犬とゆけさん、メンバーコメントセンキュー、ありがとう。と思うじゃん。で戻ります。はい、ありがとう、ありがとう、あなた天才、いや天才なことやった。黄色スパセンキュー、ミーケーさんありがとうセンキュー、黄色スパありがとうセンキュー。いやーやばいね、神だね、完全に式が神いってる、やばい。でも即勝点もあるからね。センキュー、やったぞ、やっちまった、なかなかできねえかなあれ、マジでマジですごい、あれはやってやった感ある、ありがとうスーパーチャットセンキュー。さあ最大6セット頼むよ。なおかしいんだよ、いやこれあるんだよな、謎なんだよなこれね、マジでよくあるんだよな。うわやばくね、あれちょっと待って、デジャブだぞなんだろうこれおいデジャブじゃんこれ、何これ。ゆずよしさんセンキュー、スーパーチャットありがとうセンキュー、やばおもろ、なんなんこれ、ありがとうございますスーパーチャットありがとうでこれでまた速攻しすんのかな。いややってんなこれ、やってる、これやば、やっとる。でミーケーさん黄色スパありがとう、遊びの天才、遊びに真面目ですからね。あまあ一応これで焦点いっぱい見れるか一応見よう、みんなで、うん、と思う。だってこれは今聞いたよ俺もおもろでででー、待っていたぞケンシロウ、おお無双天のも有利感来た可能性ある、ここ V 取るぞ、ここ有利感来た可能性ある、ここ取んないでやばい。コージーさんありがとう、でサピスさんスーパーチャットありがとう、いや無限だねこれ、ここ V ストック取んないとダメ、ちょっと待ってね、
これねえか。ありがとう。チェリーで取った可能性もあるけどね。ラオウが悪夢を見ている。2回死んだぞこいつ。おもろ、ケンシロウやりすぎ。やばやば。これ書き換えで無双転生チャンスボーナスはちょっとおかしいから、うん、これで有利感切ってる可能性はある。いやーすごコンプリート。 まずはまんま行こう。まずはまんま行こう。そうね。でもあんなことあるんやな。いやーここであそこで日引くんや。笑っちゃうよな。何これ、ラオウが不死身っていうね。ゾンビラオウ、ゾンビラオウ。危ねえ。そうだよな、危ねえ。でドンタコさんスーパーチャットありがとう。センキュー、ありがとうございます。こういうことがあるから北斗好きなんだよなって。ありがとう。あのね、日英の書き換えはやっぱいいね。当たんなかったわ。ダメだ。ありがとうございます。ダメか、なしか。すごい、やっぱり持ってますね。危ねえ、ちょっと怖かった。ありがとう。やっぱ持ってるかな。ありがとう。さあ剣王のクローン、もう2体目倒した。クローンはありがとう。おっと、いやーまあいいか。中段引き、おっとウイグルやん。 30%倒せ。おーし、強い。いやー完全に力技だったね。最高レンちゃん今日超えれる気がする。79連が最高だから。あーいいね。その辺は分かんない。よしこれ攻撃して当たって無双転生ボーナスで得しよう。おっとこれ熱い。てかこれ、え、当たるよな。これ出るだよな。これはちょっと分かんねえや。これは強制でいった可能性あるから。ここで V ストック押しで、これリプレイあるでしょ。本当はカットインが発生するんだけど、無双転生チャンス中はだからフェイクをちょっと省いてくれんだよ。無双転生、おーいった、取った。ベルでかだ。カットイン発生したら熱いからね。まあリプレイ引けるのはいいこと。さあ最終、あーベルね。まあこれだから内部的に無双転生チャンスだったらベルで取ったね。いやーやべえな、これはやべえ。マジでやってる、完全にやってる。さあ次8500枚、有利感切るタイミングが大体だけどね。あのタイミングでな、いや北斗最強だよ。あのタイミングで日中切るとマジ北斗最強。さあユーザロックさんスーパーチャットありがとう。センキュー。あと19連、これ終わったら帰る、これ終わったら帰るわ。いいよ、次はあと8連ぐらい。万枚はもうすぐそこ。ありがとう。まだ万枚狙おう、終わる気しねえから。すげえ、マジで連チャンが止まんない。さあ7900、8000枚いきましたね。こっから分かんないけど有利感切る可能性がある、この辺りから。いやマジコンプと万枚出すなら今日しかない。ただコンプまであと1万枚は必要だからね。11000枚、ちょっと怖い、マジで怖い。まあ、ただ100年は生きてえな。やば、いや目離せねえな。これじゃあ140連くらいでボーナス再くらいはコンプリートするのかな。160連かな、確かね。160連ぐらいが、そう、あと2000枚弱。頼むぞ、頼もう。ありがとう。センキュー。あるよ、有利感切ってる可能性あるよ。ありがとう。センキュー。スーパーチャットありがとう。山崎ひろきさんありがとう。当たった、有利感切った可能性あり。よし有利感切ってるね、多分。8200枚、これいけるぞ。万枚、ここで V ストックはマジで取りたい。 V ストック2個ぐらい取れねえかな。ベル完全ラビのはずなんだけどな。ベルが来ない。まあリプレイ引いてるからいいか。ダメか、ダメか。逆押し、あーいやーレアグ来てんだけどな。多分有利感来た。ここ V ストック欲しかったな。まあ OKOKOK でここから無双転生ボーナスが結構来る可能性あります。連続でまんまいけるかもね。これ遅いな。まあでもスイカより中段だからな、あそこ行くの。ここも取れ、よしよしよしじゃない。うわーやばい、うわーやばいよー。はい、OK。あ、これ熱い、熱い。これあーだよな。しかもこれアミバまであるからな。アミバまであるよこれ。あーウイグルか。頼む、リプレイ引け。よし。いいよ、50%、30%ね。取れよ。
おし、うまい。多分ね、そんなではないと思う。さあ、よ、天に帰る時が。さあ、70セット、おい、おマジで、ちょっと待って、行く、自分の記録超えられる、あと10連だぞ。ちょ、まず己の記録は超えたい。ありがとう。万枚もそうだけど、万枚よりまず自分の己の記録を超える。いやー、己を超える、己の79連を超えるわ。79連超えた後に目指すのは万枚、万枚超えた後に目指すのはコンプリート。うわー、なかなか超えれねえんだよな。待って、地区ここで引く、オシュジュンベルかチェリー、全てを、俺もここで我が生涯の全てをかけてニチェを引く。のりふみさん、ちょっと待ってね、スーパーチャット、ちょっと待ってね、ちょっとここで生涯の全てをかけて引く。あー、マジかー、やっぱ79連って超えらんないんだよな。やっちまったー。プルプルしてる。リアスより愛が欲しい。すごいね、3回も死んだぞ。ダメか。奥義崖裏スロー、やっちゃった。いや、まだ一応謎があるから。北斗神拳伝承者としての企業、平均70セットか。のりふみさん、スーパーチャットありがとう。依存勝者遅れてきました。来たら70年、もっと早く来たらと、後悔。最初から見たかった、新記録目指して頑張れ。ありがとう、センキュー。ありがとう。まあしょうがない。まあ、1ゲームね、一応可能性はあるけど、多分ない、多分ね、多分ない。70セットね。あっと、温度、そうだよな。で、この1ゲーム連が、まあ、赤でも北斗揃いでも、まあ、単発の可能性、いや、分かんねえな。有利感切ったばっかだからな。もうこの画面になったら無双点には戻らん。かなかだよな。青、さあ行きましょう。まあ8600枚だね今。あ、合わせ万枚はいける可能性ある。いやー、悔しい、マジで79連超えたかったのに。やっぱ終わるんだよな、あの辺りで。まあまあまあ、しょうがねえか。いや、表記万枚はマジで行きたかった。よし、剣しろだよな。ふぅ、オッケー。まあこれは継続率ちゃんと持ってる可能性ある。北斗トロイが良かったな。まあちょっとでも継続すればいいから、ちょっとでも。平均36連。そう、まあそんなところもやっぱね、6号機なんですよ。そうなんですよね。だから同じことをもう一回やればいいんだよ。これ無双点入ったらやべえな、やばい。すべて当たりと、キックは大丈夫、5勝派なら仕方ねえ。くー、まあこんなもんだよな。あおい、やばい、平均値が落ちてくる。何も引いてねえな。強水か、これ天国行ったな。設定は良さそうですか。設定はわからないっす、うん、スイカ引けない。え、マジで当たってる、強水かで。あるなこれ。がカツカレー食いに行ったのも、センキュー、スーパーチャットありがとう。スーパーチャットありがとう。はい、うぬ避けます。なんだよ、タンタンや、歩いた。なんだろう、ダメか。いや、万枚あと1700枚だぞ。頑張ろう、万枚。まだ万枚いってないんだ。もうこの台俺移動しないから。もし隣に設定録があったとしたら、そっち移動。
怖いんだよな。5連か。まあまあ悪くない。戻った、8600万、戻ったわ。来た、320チェリー。たまには地獄すら生ぬるい。さあてことで当たりました。でででで、んバンして、どうした。さあ万枚まであと1800枚。えい、おー、いいじゃん。どっち、 68% いいよ。レイコシレイク、リプレイか。うまっ。しかもこれ共闘やだい。これ共闘確定。しかもこれ時まであるからね。ナンパうるせえな。5、これ時まであるからね。ないかー、くそー。もう一回欲しいな、バトルやばい。これワンチャンマジで肩あるからね。肩ポン隠れてる可能性ある。いや、シャオはね仕事するかもしれん。いきます。あー、ダメか。まあしょうがない。いや、チャンスアップ。これ 50% で5勝はね、 50% で、ここで2チェ。あっつ、あーマジで。ただ蹴り以上に昇格する可能性ある。おし、だよな。で、避けろ。いや、ゆっくりすぎる。マジかー。いやー、立ち上がれよ。なんでー。アイリ、まあしょうがないか。いや、スローモーションなんだよね。まあしょうがない。蹴りのタイム、蹴りの場合どんぐらいなんだろうな。あれ 50% ぐらいかな、食らった場合は。で、あそこのチェリーが角じゃなくて中段だったら絶対無双転生チャンスだった。以上ね。いや、惜しかった、マジで惜しかった。蹴りはチャンスだがな。俺まだアイリー見たことない。うん、いいよ。よっしゃ、くそ。握るのは天ではなく視聴性だ。マジでここじゃねえんだよ。1個はね、まあいいか。ここじゃねえんです、1個前なんだよ。まあいいか。いや、マジでアイリー出ない。本当マジでオルンカレベルよ。しかも結構長く滑るからな。いや、万枚見えてきた。あと1200枚。ぐー、終わっちゃうか。やばいな。おお、 79% ありそう。いや、よかったならよかった、ベイプ。いや、いいね、これ79ありそう。いや、9000枚いくぞ。で、ここで1チェ。うおーうおーじゃねえよ。15% で無双転生チャンスきます。あれだね、エウレカで6択当てるようなもん。来い、プッシュ来い。ダメか。これ無双転入ればいける。成敗してくれ。 OK、 任せろ。俺がその分正解、成敗しよう。これバトルいった、たぶん。まゆみさん、センキュー、スーパーチャットありがとう。超えろ。よし、サウザー、ここも超えろ。これは取っちゃった。ウイグル 30% 先行。よし、いくよ、シャオ。マジか、9000枚を超えた。9100枚、これ隠れシャオがいいな。さあ9000枚超えました。いや、念願の万枚だよ。1年だよ、1年ホックでやって万枚1回もないからね。サウ、センキュー、ありがとう、ありがとうございます。いえいえ、こちらもありがとう。中島さん、ありがとう。無理だよ、熱い、これ当たる。いや、無理だよ、俺いけないよ。まあちょっともったいねえけど。マジか、頑張るんだぞーって。初スパス、センキュー、ありがとう。これつくかもしんない。ありがとうね、スーパーチャー、センキュー。なしか。次の有力感は何枚ですか。次の有力感は、1万枚超えます。多分8200枚ぐらいだから。で、1万枚超えてから
うわ、岐阜、あちょっと待ってね、終わっちまった。もう一回無双点入れば絶対に万枚、あとちょっとなんだよ、あと800枚なの。いやー1年越しの万枚だよ、万枚いけそうだよ。通常からだな、多分通常からの当選だと思う。天国ではなかった、一応若干設定差。うおー、スイカ2回引いたから緑だー。はあ、ふざけんなよおめえよ、髪の毛いじったらこれだよ。お前が思って言うほど、まあ、まだ時間あるからな。さあ566お当たり、あっ、おっつ、ありがとう、ありがとうございます。黄色と天竜頑張りましょう。あ、うおー来た、アミバイジョー、ありがとうね、スーパーチャットありがとう。レイコシーな、あー負けた、マジかー、ありがとう、まあ、パンチなら大丈夫。もうマジかよ、今のやらかした、そうやらかした、適当にレバー叩いちゃったからな。で 75% だから大丈夫でしょうと思ってた。危ね、はあやってんな、ほんと終わったわここで。レレレレレ、マジでもうムカつく、2連パンチで終わるケンシロウ見とうない。チャンメ強スイカ強チェリーだよ、黄金だよ、外れる、よしショート足ないか、で次ショート足ねえか、はい当たり。何このパターン初めて見た、こんなパターンだ、4回やったぞ、4回服破ったのは初めて見た。こんなことあんの、服破っちゃって、こいつ服破りすぎなんだけど、こいつもう一回破るから、もう一回破るからいくよ。あ、破んの当たった、あ、ここで当たんのか、なるほどね、遊戯どんだけ破ったよ、なんなのほんと、破ってきて破ってきてだぞ、なんだこいつほんと、来い、よしこれあるよ、これユリアあるよワンチャン、なれ8000枚勝ち、なにこれダメなの、こんなことある、しかも中は中だよ、何もないとかマジ、これケンシロウの攻撃の時やってほしかったなだよ、もったいね、やばい終わったかもしれん、え嘘、そんなことあんの、いやこれここじゃねえんだよな、ここなんだよ、ここここここでニチェなんだよ、ほんとしてない、ここなんだよな、1ゲーム目じゃねえんだよな。黄色さんありがとうございます、いいよ中断バトル行け、あレイアクじゃなかったら行く、あ行ったわ、リプレイ、よし来い、50%、よっしゃシャウなし、だけどダメか、いなかったな、これで8800枚までいくのかな、ギリギリででで、って初めて歌流れたわ、頑張ろうリプレイ来い、あー 10% か、コットありがとう、野田さんありがとう、野田正弘さんありがとう、正則さんスーパーチャットありがとう、ダメか、でこれで9000枚は確定だ、玉金の父ばっか見てた、ありがとう、センキュー、あーやばやば、時だった、ちょっとこれマジで大事、時は3分の1何もない、3分の1無双転生チャンス、3分の1スペシャルエピソードです、で日行けばもう確定だから、ここで
押し順でもいいから、ここで日中でもいい、結構薄いね、火だな、押し順ベルでもいいんだよ、頼むよ、そう、くるくるくるポーイって、ありがとう、あー怖いな、あきら2世さんスーパーチャーありがとう、さあ行きましょう、プッシュ来い、あーマジで、くっそ、まあまあしょうがないです、しょうがない、やっちまった、3分の1の何もない引いた、うわやっちまった、また引いた、また何もない3分の1引いた、変わんねえか、あー終わった、終わんないよ、ここまで、あったー、あったー、最終ゲーム、はい、終わってました、プッシュで何もないから終わってました、え何これ、いらんて、この日、いやこの日いらんて、今の、いやまだまだいかない、今9000枚、今9188枚、まあ9200枚だね、あと8で変わんねえかー、終わる可能性あるな、よしケンシロウ、ここで欲しいんだよニチェ、いやケンシロウマジで頑張ってくれてる、ありがてえ、あー歌変わんない、まずい、さあパンチとキックは大丈夫、彼よけます、うん、はあ9連までか、いやでもまだいけるな、まあもう無理だね、しょうがない、はい8201枚、投資2000円、やば、いやよう出たな、初当たりはちょっとあのグラフも見せますからね、やっぱまんまい無理だったか、ちなみにリスナーさんはまんまいってた、これね初当たりは4以上、まあ4ぐらいだね、で中段チェリーもめっちゃいい、子役確率はいいね、でこんな感じで、これだと分かりづらいからずーっと動かないの、グラフはずーっと動かない、もうずーっとミミズみたいな感じで、さっきの見た一撃8632、まあ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 、いやもうちょいなんだよな、一応ちょっと待ってね、でちなみに、通算結果ちょっともうちょいでね見て、俺67万ゲーム今回してるんですよ、でこっちじゃなくて最初ね、なんだよ全然回してねえじゃんって思うじゃん、こっちのスマホこっちで27万回転ぐらい回してるから、こんな感じ、27万9000と最初こっちでやったんだけどね、こんな感じで、今95万回転ぐらいか、67万6858と27万だ、28万だもんね、あと5万回転だ、あと5万で100万回転だね、で一応これ見るとまあ俺5万回あの10万100万回転いったら計算するんだけど、こっちが最初の頃で北斗揃いはね両方ともまあ低設定打ってるからってのもあるんだけど、見てあの7000分の1なんで北斗揃いって、低設定打ってるってのもあるけど、やっぱりねあの北斗揃いが上振れてる、子役に関してはねほぼ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 だね、投資2000円、8201枚、うわーすげー出たな、じゃあ皆さん今日はこの辺で終わりにします、お疲れ様です、またねー、バイバイ。